が蓋も半分火が当たってきましたね。暑いですね。これ火が当たらんかったら寒いんですわ、ここね。だけど当たったら暑いんですな。まあでもね、だんだん秋めいてまいりまして、お天気も良くてね、本当に良かったです。はい、イメテーションも朝一番から、石舞台で踊ってきまして、ここは2会場目です。この後アウトレットに行って、今年から新設されたフリー演舞会場というのがそこにあるんですわ。そこでね、2回踊るんですけど、まあフリー演舞会場にこのメイン会場の音楽がバンバン入ってくるんですね。まあでもフリー演舞の前とこだけはそのところ曲が聴けるんで、4時から2回ぐらい踊りたいと思っています。ほんでここね、これ新しいのできてどうですか。これここで踊ってるシーンもありました。今までここまで来たなかなかお客さん臨場感がありまして、はい、夢天使も今さっきここで踊ることに決めましたので、ある部分でこの辺行きますね。どうぞ、やいやいやいやと言うてやってほしいと思います。はい、さっき曲名紹介の時曲を間違ったので、今バシガファンと言いたいと思います。はい、それでは衣装も新しくなりました。夢天使2019海夢を乗せてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。夢鉄賞の皆さんでした。さすがベテランさんチームでね、あの場所に合わせてさまざまな演出で楽しませてくれています。ありがとうございます。さあ続きまして